お疲れ様です、マッピーです。今回はこれやっていきますよ。うん、アタック全部 0.95 かかって、バトル竜だけね、ちょっと HP 上がってるんですけど、使っていくのはこれですね。ノルメヒストリーダーに10日の金魔門入れたデッキなんですけど、この10日の金魔門がね、まあなかなか強いですよ。うん、604ターンかけてね、2400の特殊ダメージだけでなく、20% ね、両面カットしてくれるリンガットを4ターン張るみたいな感じでね、4ターンの間打ち切れれば強いんじゃないでしょうか。まあでも使ってみた感じ、あの600っていうのはちょっと火力がね、まあ、若干寂しいかなって思いましたね。うん、まあ、ただ4ターン打ち切る、もしくは3ターンぐらいね、やってくれたら上等かなっていうことで、まあ、メヒストに合わせてね、このメヒストって、やっぱこう、変動機とかをね、うまく利用してね、アド取っていくようなデッキだと思うんで、相性いいと思います。ということでやっていきましょう。ただ、使ってみた感じで、ね、別に必須ではないかもしれない。進化のイブサニアとかでも全然強いですね。火力出せるし。あと、まあ、正月ダーシェと比べたら、まあ、火力出るのは正月ダーシェですね。アタックマッチの方が高いんで。なんですけど、まあ、HP こっちの方が高いし、総合的に見ると、まあ、金魔物が強いと思いますね。あと、カット率のこの 5% って違いがめちゃめちゃ大きいんでね。さあ、いきますか。マッチングしないね。てか、俺ね、見てくんない？今さ、沈まめっちゃかそってね。おせび見たらさ、俺見て。まあ、まだね、4月2日に入ったばっかりってのもあってね。ただいましてる人は少ないと思うんですけど、それでもマッチング渋ない。今夜中のね2時47分 OK 来た。さあ2時47分ぐらいにねこの動画撮ってるんですけど、それでもちょっと今かそってますね。まあこういう時期なのかもしれない。あのもう分かるよ、やっぱ4月入って新たなね新生活始まる人であったりとかね、その新しい環境になるわけじゃないですか、その現実世界が。だからそれに追われてるかもしれませんね。そういうのがあってね、まあ、少ないのかなって感じなんですけど、おっと、来ちゃいましたね。さあ、来ましたね。さあ、来ましたね。さあ、どんなデッキなんですかね。でも、HP さんとか、おー、初手ビナ。初手ビナって相当だな。これは何かしら引いてるぞ。恐ろしい感じがするけども、まあ、一旦勝負打ちますか、よいしょ。さあ、今日のお世話、メヒストもね、HP 高いんで、頑張っていきたいですね。で、このアポロン対面は、金魔もめちゃめちゃ刺さるんで、頑張りたいよー。あ、俺思い出した、こいつ確か金魔も引いてた気するわ。なんかかけらいくつだっけな、700個溶かしたって言ってた気がする。あれ気のせいだっけ、なんかそんだけ溶かしたかとかなんとか言ってた気するわ。これどうしようかな、どうしようかな、取ろう、これ取るわ。これめんどくさいですね。取りましょう。ほい、まあ、言うて取っても適当に進行できると思うんでね。このデッキ金魔も入ってるし、防御札ウンディーネなんかもあるんでね。おっと、意識からは切らないと。俺だったらそこ意識打つけどね。普通に夏ブラ変を置くけどね。っていう感じなんですけど、なんか意図がありますね、これは。よし、これロックいきましょう。これロックいってあげて。さあ、ロックいって、よいしょ。ロックいって、よいしょして。せいして。オッケー、ミクロに豆と。これ、ビナ切った後の手駒だっけ。まあ、何かしら釣れると思うんですけどね。何かしら出てくると思うんですけど。お、悩んでんな。よしよしよし。さあ、あれかな、あ、春か。あ、いて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 。春か、春な。まあ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 。まあこれもアンパイいきますか。アンパイリッチ打ってあげて、ただアポロンのチャージが溜まってきつつあって、トールとか X 打たれそうな雰囲気がちょっとしてくれるんでね。で、この後変動機のタイミングね、あんまりないんで、ちょっとあっちの方が優勢かな。うわ、サニア引いてた。いいサニアだな。いいサニア引いてる。いらっしゃいませ。よいしょ。オッケー、これ取りましょう。これ取ってあげて、よいしょ。こいつは取ってあげまして、で、春のコンボ受けまして、相手ビナ切ってるんでね、ビナ切ってるんで、バチコリ削っていきたい。次 C5 行きたいよ。で、これカード取ってくるでしょ。で、そろそろ罠ゴマとか飛んできそう。まあそうだな。で、罠ゴマ飛ばれる前にね、3とね、3と、3とってなんだ。トール打ってあげて、あー、夏ブラ行くと。オッケー、これ夏ブラ左シェックスまでか。これ夏、夏ブラ左シェックス打ちの、オッケー、レニアドね。さあ、これ回収してあげて、はいはいはい。で、毒打ちます。で、そこにレニアドってことは、おそらく特殊罠も引いてないんで、ここに付け入りたいですよ。ここに付け入りたいですよ。まあ、ビナ切ってるって考えると、攻めっ気でね、攻めっ気マシマシでいきたい。エンデガバイスこっち引いてるんでね。攻めっ気マシマシでいきたいんで、これ B4 とか来たらエンデガ3枚返しぶちかましたいけど、OK、これ3枚返しいきましょう。さあ、エンデガ3枚打って、相手、夏ブラ取れなくて、はい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 。オッケー、これ激アツ、これ激アツです。これは激アツ。よいしょ。オッケー。で、これトールでも相手飛ばせなくて、で、削って、
よしよし、いい削り、いい削り。大体夏ブラ取れない。フォース若干怖いかな。A4 に何かしら来そうですけど、イブサには切って、ウンディーネ。ウンディーネ若干怖いな。ウンディーネからの何かしら来たら若干怖いんですけど、まあ、言うてこの夏ブラの召喚と吸収とかね、頑張ればなんとかなると思います。さあ。さあ、どうですか。エンデが3枚打ってくる。OK。エンデが3枚打ってきて、これもバイセ圏内に入りって言ってくるというかね、多分これはバイセの負け筋を、切った感じですね。OK、これバイセ行きましょう。よいしょ。危ねえ。まあ、多分バイセ来たらしゃあないなって感じで動いてきたと思うんですけど、まあ、なんとか引いてましたね。危ねえ、危ねえ、危ねえ。なると、今日はアポロンと。サイクンは今日アポロン使ってるみたいです。アポロンでもいいかもしれないな。今アポロン結構ね、メタが回ってるんで、どうなんだろう。俺今回金マモンね、引けなかったけど、金マモンとか来たら普通に怖そうな感じですね。さあ、行きますか。まあ、言うて今ね、なんか一周回ってメヒ来てるみたいなところある。正月入ってからは、メヒよりアポロンの方が強ないみたいな感じになってたんですよ。一瞬ね。けど、まあ、やってみたらわかるんですけど、アポロンってマジで難しいんですよ。使う人、まあ、上手い人じゃないとね、使いこなせないなってイメージがあるんですけど、まあ、そんな中でね、メヒストっていうのは、もう持ってるだけでいいです。その、最後に出さなくていいっていうのもあるし、あと最近ね、暗黒いないんですよ。なんでかっていうとね、特に今月なんかは、マフェリアにスキルバッジがついて暗黒使う人めちゃめちゃ少ないんでね。ってことで、今メヒスト強いと思います。さあ、あ、引いたね。金ちゃん引いたな。オーラ引いてんな。オーラ引いてんの怖いよ。オーラ引いてんの怖いけど頑張っていきましょう。いいよ。あ、でもフェリアスキルバッジついてんだっけ。コンボ 1.8 か。なるほど、なるほど。どうしよっかな。フェリア切った後縦行くか、どうしようかな。縦行きます、縦行きます、縦行って金馬も変置きしたいですね。よいしょ。さあ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 、で初手フェリア切るって結構、あ、待て、初手フェリア怪しいね。さては怪しい。おー、そう来る、そう来ます。でもこれ金馬も行きましょう。これ金馬も4ターン入れる可能性あるよ。 OK、 よいしょ。 OKOKOK、 あなたの金に狙いを決めて玉ぶち込みましょうっていうのがね、俺小学生の時にこれめっちゃ流行ってたんですよ。なんか俺が小学生の時、このめちゃめちゃ寒いネタが流行ってて、あなたの袋に狙いを決めて玉をぶち込むって言ってるやつめっちゃいたわいなかった。みんな小学生の時なんかそういうの入らんかった、そういうの入らんかった。よいしょ。ほいほい、まあ、吸収入れて、オッケー、毒入れて、あとね、なんかヒューマンヘルスケアのエーザイって言ってるだけで人笑い取れたみたいな謎の、もうみんなのなんか、あ、みんなゲラってた時代でしたねみんなゲラりすぎでしょ。なんかそんな面白くもないしっていうね、ギャグでめっちゃ笑ってるようなそんな時代でしたね。よいしょ。 OK、 これトールぶちかまして、よいしょ、よいしょ。 OK、 金馬も強いよ、金馬も強い。これ貫通しないとまともに軽く入らないよ。熱いよ、熱い熱い熱い。さあ、リョモのバフ切れて、相手はオーラだけ。あ、イオン、待って、イオン来る、これ、忘れてた、イオン来るけど、まあいいや。言うて、2倍の2枚返しはちょっと買いにくいし、オッケー、B6 来ると。金ママのコンボあるけど、金ママのコンボいくつだっけ、これ 9% か、9% ってことは1100ぐらい出る。3200でしょ。4100の3800出ないとダメだから、オッケー、飛ばせないね。これ飛ばせないんで、右下 X で1回濁しますか。で、その後バイセル飛ばして、よいしょ。オッケー、どういきますか。なんで、さあ、ここ耐えればいける。まあでもこれ耐えそうじゃないですかね、さすがに。さすがに耐えそうだよな。ジェンも耐えれるね。オーケー、ジェン耐えれる。ジェン耐えれるならまあ大丈夫でしょ。ジェン耐えれるなら上等上等。オーケー、これ耐えますよ。よし。まあ、バーどうな、バーだけ若干怪しかった。いやーでもそうでもないな。いや、バー若干怪しいな。バー若干怪しいけど。知らん。バーなんて知らん。よいしょ。オーケー、危ない。さあ、これ耐えれたのも、金マモンのカットと HP のおかげじゃないでしょうか。これダーシャだったらワンチャン飛ばされてますね。ダーシャだったらカット率低いですし、あのガトーのタイミングでの、あと HP も低いんでね。あのダーシャだったらワンチャン今ので B4 で飛ばせてたってことがある。ヨダメが高かったもんな。 700×3 で300分のあれとアタックの差で400分ぐらい入ってコンボライバーだったんで、ダーシャだったらそもそも飛ばせてた説ありますね飛ばせてた説がある。いやでもそうでもないな、言うてきつかったな。こっちの HP そんなになかったんでね。いや、そんなになかったじゃない、あの結構あったんでね。まあ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 。OK。テンポよくいきましょう。これ、ちなみにこのデッキ12連勝中です。さあ。昨日の無法生から12連勝してるマデッキですね。さあ。
ちなみに今勝率うんち、なんか竜胆貝使って謎に沼って、見てこれ竜胆貝沼って沼って、であと平乱デッキ使って勝率5割っていうね、なんとも言えない。で神デッキが転結なんですけど、プレミーして2回ぐらい負けてね、あーってなった時にこの魔デッキがね、なんと11連勝と。あ、でも12連勝っつってるけど持ったな。1回だけなんかこれ火炎かな、これ竜デッキ火炎なんですよ。で火炎がなんか知らんけどめっちゃ沼ったんですよね。でメヒストに変えたら11連勝ということでさあ今メヒスト勝率 100% ですよ。頑張っていきたい。ただ動画撮ってる間で勝率稼げるかとか知らんけどな、頑張りましょう。さあ来い。今日はねエンデガの火力なんかも若干落ちてるんで、その辺もね気をつけていきたいんですけど、ちょっと待って、かそりすぎじゃない、当たってくれー。でも多分あれだろうな、ダイヤモンドマスターがいないからダイヤ1とマッチングするみたいな感じで今頑張ってるんだろうなっていう気がする。多分そんな気がする。あれあ、OK、マッチングした。いやまあまあまあ、突き始めてこういうもんよな、突き始めこういうもん。マスターすぐ上がる人なんてなかなかいないんでね。さあ行くぞ。いや言うて金マモン強いですね。金マモン入りのメンヒストって感じなんですけど、まあ、金マモンのおかげで勝った試合もあるしっていうところかな。でも金マモンじゃなくてもっと他の駒だったら早く、なんかウィブサニアだったらもっと早かったかなみたいなところもあったんだけど、ただジュレリーダーはちょっと聞いてないで、これやばいよ。さあこの上振れに対して勝てるかどうか頼むぞ。メンヒスト乗られるか乗られないかで120度変わる。よし OK、 この呪いは熱い。この呪いは考えうる限り一番ラッキーな呪いですね。よいしょ、オッケー。これはワナハリーの夏ブラ編置きしたいですね。よいしょ。で、どうする？さあ、このワナ、レニアドとか読んでアルカド打つみたいな。あー、夏ブラ出ちゃうけど、これ夏ブラそのまま出てほしいな。なんか余計な味付けすんな。余計な味付けいらない。オッケー、余計な味付けはいらない。わぶねー、これ、守護者ね。同じアタックなんですけど、オセロニアの少女を、左から左詰めなんでね。このままオッケー。オッケー、100点満点、100点満点です。100点満点あげちゃう。しかもこれ X 守護めちゃめちゃ強いし。で何来る、オッケー、よしよしよし。さあここ守護いったけていらっしゃいませ。オッケー、エンデが引くのもいいね。エンデがこのタイミングで引くのも悪くない。でこれ守護いちます。あと俺トール使うときね、レベル97にしてるのなんでかっていうね、コメントをいただくので答えますと、これメヒ調整なんですよね。で俺メヒ調整以外のトール持ってなくて、だからこれにしてますね。別にこれじゃなくてもいいと思うんですけど、レベルマックスでもいいと思うんですよ。転結とか使うときのね、なんかそういうデッキによってはね、それでいいと思うんですけど、俺はこっちになってるんで許してください。ちょっと待って、これ根格決められるけど、まあ言うて俺は、言うて俺はこっち打ちますよ。よいしょ、この呪い1枚鬱陶しいんでね、こっち打ってあげて、で毒入れます。 OK、 でさあ呪い取っていこう。まあ、言うてジュレリーダーでコンボ強い駒なんてそんな打てないでしょ、俺ないと思うよ。 OK、 よしよし。こいつなんだっけ、呪い状態でない駒呪うと。なるほど。あ、金ちゃん出る。 OK、 金ちゃん呪っていく。さあもうこんな金魔も呪ったらもう絶望でしょ。 OK、 そしてピンポイントにメヒスト呪わないっていうね、ありがて、ありがたいです、ありがたいです。けどこれメヒスト呪ってるか呪ってないかだけでマジで180度変わるもんだ。オッケー、守護来る。はい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 、オッケー、これ金魔門の動線狙ってあげたいですよ。相手のキャラゴマ1枚につき 3% なんで 12% 出せますよ。あ、エンデがギリギリ発動しないピーポーですか。じゃあ通りいっちゃいましょう。じゃあ通りいっちゃいます。ここ火力欲しいんで。オッケー、火力出してあげて、で毒入れて。オッケー、これ勝ちです。もうこれはさすがにこっから負けないよ。これ勝ちですよ。いやオッケーオッケーオッケー、よし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 。さあこれ金ちゃんのコンボスキルでね、あなたのいろいろなね袋に狙いを決めて玉ぶち込みます。よいしょよいしょよいしょ。 OKOK、 いいね、コンボも普通に軽く出たな。うん、まあ普通に強いよな、普通に強い。だって4ターンリンガとかけて600ダメージ出して HP 高いってね、まあ言うて書いてることはやばいよ。ただそれでも今の環境で考えたときに、まあ、一戦級ではあるけど、必須かって言われると別に他の駒でもみたいなところは少しだけあるかな、少しある。でもカップ戦ではね、こいつ強いと思う。これ同心なんでね。さあ。
まあ、そう考えたらさ、去年の正月に出たヴィーナスってやべえんだなってコメントで来てたわ。あのヴィーナスってやばかったんだなみたいなコメント来てて、俺もその通りだと思いましたね。ヴィーナスってやべえな、ヴィーナスってやべえな。こう考えたら一旦でいつでも使えるもんね。ヴィーナスマジでぶっ壊れたと思う。ヴィーナスって本当にやばいんだなって。だって俺ヴィーナスとさ、こいつだったら俺ヴィーナスの方が強いと思ってるんで。まあでもコンボの火力の出しやすさっていうのがタイミングによって変わるし、タイミングによってはね、こっちの方が強いっていう時もあるんですよ。あの4体打ち切った時のね、コスパとかね。だからヴィーナスの方がね、なんかその汎用性とかね、いろんなところで、まあ、すぐ使えるっていうところもあるんでね、強いかなと思ってるんですけど。おっと、これはかましたいよ。これかましたい、金魔もんかましたい。オッケー、ショットやるカードありがとう。で、285か。HP 低いな、これ多分 B5 も入ってる。オッケー。オッケーオッケーオッケー。ショットやるカード強い。今日のショットやるカード、マジで、兵器だな。兵器。どうしようかな、これワンチャン。おお、ええー、待って、ちょっと待って。マジっすか。おいおい、新発売。オッケー、それおやつです。おやつ。おやつです、それは。でもおやつです。なんか平行打たれたんで、これ普通に取ります。おやつ。あ、ただこれ、相手のキャラゴマ減ったことにより、トールの最大倍率が遠のくけど、まあ OK。OK、これはおやつよ。この砂時計はおやつ。おっと、B ゴマ来ると。やっぱ読み通り B ゴマ入ってましたね。よしよしよし。で、これ罠ゴマとか引いてくれる？あー、よしよしよし。OK、コンボ2倍これでぶちかまします。せい。OK、メイティカウンターして、で毒入れて、オッケー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 。なんか知らんけど全部消えてくれた。これはめちゃめちゃ美味しいよ。これめちゃめちゃ美味しい。ん？なんか明らかに怪しいな、これ。明らかに動きが怪しい。これ AI なんかな？わかんねえや。え、でもこれそんなこと言ったら大変なことになるからね。それで違ったら大変なことになるんで、ちょっと気をつけよう、発言には。これはボットだねっていうやつもあるからね。うん、気をつけよう。いやでもね、なんか明らかに様子がおかしくないか、これは。お、なんだ。え、知らない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 。ゼルエル、はい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 、よいしょ。なるほど。いやもうこれ取れちゃっていいや。オッケー、もうこんな取れちゃっていいや。よいしょ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 。まあ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 、まあ、いやだって通信めっちゃ早いもんな。通信めっちゃ早いもん。通信めっちゃ早くて、でこれでなんか C5 とか打ってくれたらもう終わるんだけど。あー、謎ピン。あ、まあ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 、よいしょ。あー、ビナ引くと。いやもうこれちょっとちゃっちゃと終わらせますか。これちゃっちゃと終わらせます。ちゃっちゃと終わらせるためにビナ打っちゃって、よいしょ。これもちゃっちゃと、ちゃっちゃちゃっちゃね、ちゃっちゃしちゃいたいと思います。まあ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 、今もしかしてあれ、なんかかそりすぎて AI に当たるみたいな時間になってる。さては、かそりすぎてないか、さすがに。悲しいよ、悲しい。いやでも、ま、月始めやっぱみんなそうだよな、追われてるんだよな。わかる、リアルに追われてるんだよ、絶対そうでしょ。だからコメントでいろいろ集めようかな。今年からね、中学生になりました、高校生になりました、大学入りました、社会人になりました、そういうのがあると思いますね。はい、今はね。はいはいはい。まあ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 、まあ、今のはね、ちょっと明らかにおかしかった。今の明らかにおかしかった、今の。うん。明らかにおかしかった。それか、いやでもこの時間だもんな、関係ねえな。いやなんかこの時間だから、この時間だから関係ないっていうのが、俺の予想したのが、あの、なんか自分の、なんかいとことかに やらせてたのかみたいな。いとこのちっちゃい、なんかそれか、そういう子供にね、やらせてた説を俺今考えたんですけど、でもこんな夜中3時にそんなことするのは多分ないと思うんで、違いますね、これは。そして全然マッチングしない。全然マッチングしない。やばい、マジでかそってるわ。今日ここまでかも。あー、当たった。やばいな、シーズンマッチこんなかそるんだ。悲しくなってきた。お、夜中に、こんな、あ、でも、ちょっと待って、今日何曜日よ。あー、でも木曜の夜でしょうね。金曜の午前だから。あー、まあそうだろうな。そういう可能性は全然あるな。平日の夜中起きてる人なんてそそいないんでね。
よいしょ。待て待て、九州は普通に嫌だよ。つっても、オッケー、高校は別によくて、オッケー、高校美味しいよ、高校美味しい。相手に高校取られるのが一番なんで。九州オーラ引いてるねー。よろしくない。よろしくない、それは。てこんじぐらい。あー、じぐらない。まあまあまあ、言うてね、従来のね、本来の九州に比べたら全然おいし、あの優しい方なんでね。オッケー、これ巻いていったって、よいしょ。こういうためはイブサニアの方が強いと思うな。フォースそんな刺さないしな。けどまあ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 。頑張りましょう。あ、早めのクイナか。早めのクイナなぁ。でもそいつはさすがに取れねえ。あ、待って、豚さん引いてるわ、これ。これ豚さん引いてんな。豚さん引いてます。豚さん引いてますね、これ。ちょっとロックいっとけ。よいしょ。よいしょ。ここコンボね、ないの、打つのあれなんですけど、俺はもう X 打つんでね。なんでそうなるとあんまり関係ないと思うんで。あー、関係あるな、関係あるわ。これ D5 申告量。しかもベーラン、うわ、待て、そこでベースランニングするのはまずいって。おい、ベーランはダメだって。はい。アルカード、OK。アルカード熱い。アルカード熱くて。OK、アルカード打ちまして。いやー、でもアルカード引くんなら意識入れてもよかったな。なんかここで手駒事故ったら嫌だなと思って。ロック打ってあげたんですけど。X 打つ駒なくなったら嫌だなと思って。こっち打ったんですけど、どうなんですかね。さあ、豚さん引いてるね。豚さん引いてて、その HP だから、おそらく、B はないのかな。OK、父ちゃん引く。まあ、急ぎたいけど、これは一種系かな。一回ちょっと遠回りかな。通る、ここで打っても、多分勝てないんで、よいしょ。吸収入れて、回復入れて、よいしょして。で、これ取られたりすると、めっちゃ嫌だな。まあ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 、許容。でも、アルカード入ってるってことは、まあそういうことですね。B はないと思いますね。よいしょ。OK、金マモン引いたの熱いよ。金ちゃん引いたの熱い。金ちゃんです。よいしょ。これも X いってきて。OK。OK、OK、OK。よし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 。で、次、相手のキャラコマ4枚になるんで、トールぶちかませる。まあ、引きによってはトール以外のコマ打つんですけど、あ、まあ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 。ちょっと S 駒がね、まあ2枚見えてる状況で、あと2枚あるっていうね、怖いんですけど。ちょっとでもやべえな、豚さんめっちゃ強いわ。豚さん超強いわ。これどうしようかな。いや、通り行こう。これ通り行ってあげて。よいしょ。あの、守護はね、ワンチャン、メヒと、メじゃねえわ。名前出てこない。あいつ名前なんだっけ。あいつの名前忘れたわ。あ、待って、トリプルオーラーはやばいよ。トリプルオーラーやばい。これ、なんならこれ F5 来るよ。F5 来たらめちゃめちゃびくね。F5 バカきついんだけど。しまった。ここのルキーは絶対弱いわ。これ F5 来たら終わるわ。やめろ。やめろー。F5 来たらマジで、おこの世の終わり。あ、オッケー、そっち来る。オッケー、そっちはちょっと、金マモンちゃんの変動きがあれするんですけど、どうしようかな。こいつのコンボなんだっけ。選球種お前強くね。金馬も置きたいけど、一旦ステイだな。これ一回ステイしますか。一回ステイして、ちょっとこれで削っといて、よいしょ。よいしょ。よいしょ。まあ、そろそろちょっともう一枚 S ゴマ来そうで怖いなー。やばいなー。これ F3 当て、ワンチャン来ない。オッケー、オッケー、オッケー。まだ撃たれる駒そんなに強くないよ。で、これで、強いよ。でも、言うて、ちょっと待って、火力足んない。火力足んないよ。火力足んない。こういう時、ウィブサニアだったら、火力足るねー。まあ、しゃあない。ちょっとトールのコンボ聞いちゃうけど、これもこっち打つしかない。よいしょ。こっち打ってあげて。いや、でもこれ今当てなくてよかったな。結局そうなるんだったら。結局そうなるんだったら別に当てなくてよかったな。これイーサン来るし。あー、やばいな。これやばい。これイーサン普通に食られて。あ、終わったわ。これ負けたわ。これイーサン来て終わるわ。やっちまったー。先に C1 金マモン打っちゃってよかったな。4ターンかかる、あれもなかったし。そうだな。4ターンかかるしな。絶対それ、あー、オッケー。これ美味しい。これ美味しいけど。美味しいけどきついな、これ。どうしようかな。美味しいけどきっちりな。てか、HP ねえわ。終わったまでやる。待って、HP ないんだけど。マジで HP ないんだけど。待て待て待て。守護でしょ。守護が刺さってまして。守護打つんですけど。ビダン打ったところで、ここ、英語取られて負けるんで。待て、考えろ考えろ考えろ。いやー、まあこっちかな。こっち打って、まあ2手耐えるしかないですね。よいしょ。いや、無理だな。ルシファーのコンボ打たれただけでも致命傷だし、無理ですね、これは。正直無理です。いや、正直無理。なんかめっちゃ手駒事故ってくんねえと無理だな。事故れ。事故れ。これさすがにちょっと金馬も刺さんねえか。いや、でもミスったな、D6が出たの。けどそのミスがなかったとしても、賞味きついですね。賞味きつい。これ E3 来るでしょ、普通に。
オッケー、それ熱いよ、それ熱いよ、それ熱いよ、オッケー、それダボコン決める。熱いけど、でも熱いけど吸収で死にそうっていう話する。吸収で死にそう、相手がめっちゃ手駒事故ってくんねえと。いや無理だな、これ吸収で死にそうなんだが、熱いけどな、熱いけど、熱いけど吸収で死にそう、吸収で死にそう。あ、でもドライクが終わってて、いや言うてしんどいな、言うてしんどい。頼む、なんか奇跡起きて、奇跡起きろ、奇跡起きろ。手駒ロック来い、手駒ロックの方が逆にありがたいまである。いや、そうでもないかな。いや、でも手ごろくだと次飛ばせないせいだな、普通に。相手の HP9000 あんの？おかしいやろ。やばいって。これ耐えれないんじゃないですか？わかんないけど。うん。うん。あー、耐えれないと。じじ。くっそ。やっぱ豚さん強いわ。やっぱ強いですね、普通に。吸収。対面したときね。ねえ、俺がミスったな。先に金マンも C マン打って。あ、でもその場合でも普通にイーサン打たれて終わるよな。どっちみち無理だな。俺がでもミスったわ。あそこで D6 打ったのガチで焦ったわ。トールの動線消したくねえなと思って D6 打ったんですけど、あそこに普通に C1 金マンも打ってその後でよかったですね。あ、でもその後、あ、無理か、 D5 に打たれたあいつで F3 打たれるから無理だわ。あの F4 にルキア打ってベーラン出た時点でマジできつかったですね。どっちみち無理でしたね。普通に F3 打たれるしダメだわ。何やってもきつかったな。いやでも結構相手も手駒事故ってくれたな。最後の方でケラブだったんで、あとちょっとだったな、あとちょっとだったわ。あ、待って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 、ここに来て吸収と暗黒がいきなり出てくるってどういうこと。いやー、まあ頑張るか、頑張ろう。勝てない相手じゃない、今日アタック下がってるでしょ。勝てない相手じゃないからね、よろしくかまして。どうしようかな。あー、なるほど、初手サランと。どうしようかな。サラン貫通切ったんでレニアド打ってあげてもいいけど、オッケー、レニアド行きますか。レニアド打ってあげますか。レニア打ったけど貫通切ったんでね、今よいしょ。 OK で竜輪引かれてなかったらもう満体なんですけど、引かれてなければ、引かれてなければです、引かれてなければ全然いけます。 OK、 テラガイオ、さあこんなね748円のね安物のテラガイオでもちゃんと2000円で返してくれるっていうね。 OKOKOK よいしょ。あー、アルカードか、熱いよ。どうしよう、まあ一応リッチ打っとく、一応リッチ打っとくと思ったけど、これちげえな。これ春って あのリッチコンボ狙いですね。よいしょ、コンボ狙いリッチだと思うわこれ。で金マモンとか引いた時のためにね、 B3 リッチっていう形だけ受けるようにしておこうか。さあ、まあ、言うてコンボ、おー、オッケーオッケーオッケー、竜輪の中身が弱い。てかこれも言うてリッチでもよかったな、言うてリッチでもよかったか。よいしょ、あ、オッケー、リッチじゃなくてよかったかも。今こ変動き弱いんで B3 打ってもいいな。これ B3 行くわ、これ B3 行くわ。これ X あるか打ってもあんま強くないし、今多分変動き弱いんでね、この変動きの今激輪引いてたら激輪打つんですよ。 OK、 これで乱体引いたんで変動き弱いよ。でもこれワンチャンジリアンある、ワンチャンジリアンあるけどな、ワンチャンジリアンあるけどやめろ。お、シェンメイ打ってくる、シェンメイ走路していくってことはこれ S 捕食引いてんな、恐ろしい。はい、 1K 弱いな、 1K 弱い。いやここ軽く出したいよ、ここは軽く出したい。これ歩かできます、よいしょ、ここ軽く欲しいよ。 OK、 さあリッチのこのコンボスキルは布石で、これで特殊ダメージで軽く出して、いや言うてしんどいな、 S 捕食引いてんのか。でも相手はランタンしかバフがないし今日アタック下がってるんで OK、 まだあるよ。いや、ワンチャン命令、ワンチャン命令引いてる、ワンチャン命令、新命令構築の可能性ある。あ、ライフオートだった、待て待て、ここ通る行くよ、ここ通る行くんだけど、なんか行け、よいしょ。いやー、弱い、弱いですよ、弱いです。ただこれも通る行くしかない、よいしょ。さあ、ミュルルにかまして。OK、いいから行く。OK、これ行きたいな。これ行きたい。これ貸したいよ。OK、これ買って劇的大逆転したい。金マモの風があんまないけどね。OK、616入れて。で、これで激になんて打ってる暇なんてなんじゃないでしょうか。なんじゃないでしょうか。なんじゃないでしょうか。あー、やっぱ命令持ってたーけど、これ、OK、HP 残って。よしよし、HP 残って。OK、OK、いけるよ。いけるいけるいける。これはいけるよ。よし、金マモいけ。OK、金マモ引いていく。さあ、貫通切った後。貫通切った後のこの金マモが刺さって刺さるんじゃないでしょうか。よいしょ。OK。まばゆいですね。オッケー、まぶしいですね。まぶしいですね。金馬もまぶしいですね。輝けてますね。よしよしよし。さあ、私の輝くこの金を見ろ。オッケー。オッケーオッケー。金馬も進化するぞ。おお。あ、でも、この捕食が 1.1 倍しかかかってごらん。よし。よし。さあ、これ金馬ものコンボ飛ばせる？オッケー、エンデが引いたんだら切るか。600あるし、相手のキャラゴマがあれで3000出るんで、オッケー。いけますね。よいしょ。行ってこい。オッケー、これ6900ぐらい出るはずなんで、よいしょ。オッケー、金マモン進化、金の玉モン。オッケー、金マモン進化しました、ありがとうございました。ちょ、まあ、吸収にはしばかれたんですけど、まあ、十分な活躍だと思いますね。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。まあ、言うて勝率が
90% は今言ってるのか、まあ、言っても連勝最初の方でねうまいことしただけなんですけど、まあ、よかったと思いますね。ということでよかったら皆さんも使ってみてください。さあこれがおじさんの金マモンです。いやでもこれさポケモンのネタでさ、いいかいおじさんの、おじさんの金の玉だからねみたいなさキャラ毎シリーズいるよね。あれなんなん、絶対狙ってるでしょ。そんな君にはおじさんの金の玉を差し上げよう、いいかいおじさんの金の玉だからねみたいなあれなんなんって思いますけどね。ということでおじさんの金マモンでした。この動画面白かった方は高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、見るラボのフォローよろしくお願いします。お疲れ様でした。さよならバイバイ。